わからない字でほとんど読めなかったけど、青森へ来た時は一緒だった向かい側のシート。でも今は誰もいないシートを見たら少し込み上げた。そして手紙の最後には一編の詩が書き添えてあった。小生朝倉家に仕えること約千年。この度陽さんの旅のお供に世界のまた旅から戻ってまいった猫又の又宗と申す。好きなものはまた旅。ではまた。